さあ毎年恒例の二輪館祭りにやってきました。イエーイ。5月25日に三井アウトレットパーク滋賀竜王にて開催された国内最大級のバイクイベント、二輪館祭りウエスト2024グッドスマイルミーティング。シロ見てよ、すごい行列やで。皆さん楽しいよですか？いやみんな、うん、あれが欲しくて並んでるんじゃないの。今年の記念品なんやろね。そう、これです。持ってるよ。これです。二輪館祭りでは3000名限定でもらえる来場特典があるんです。中にはイベント限定グッズが入っています。すごいいっぱいいろんなものがあるんですけど、サニーはちょっと仕事に行かないといけませんので実は私もちょっとMC アシスタントがあって、会場リポートはお二人にお任せします。大丈夫？二人？ちょっとマジ？じゃあね、私たちはちょっとここで撮ろうということで失礼いたします。元二輪館スタッフ直と自由人の千代でリポートをお願いします。そして間もなくイベントスタート。3、2、1どうやる？オープン！会場にはステージやキッチンカーなどがあり、家族でも楽しめるイベントなんです。さらにキッズバイク体験コーナーもあります。実際に体験した子どもたちにインタビューさせていただきました。どうやった？楽しかった。怖くなかった？すごいね。大きくなったらバイク乗りたいなと思う？どう？カマ君楽しかった、うん、怖くなかった？いや怖くないよ。楽しかった？全然大丈夫やった？またこういう体験あったら乗ってみたい？ありがとう。ありがとう。二輪館祭りでは100店舗以上のメーカーブースが出展されています。最初に訪れたのはインカムなどを販売しているリンクス。シエルっていうインカムシリーズなんですけども、はい、これですね、売りが最大8人までつながり、8人の、しかもそのソニックペアリング、ソニックコネクトっていう、要は初めての人でも簡単に使えるよってインカムなんです。今電源オンの状態です。長押しでペアリングモード、ちょっと見づらいんですけど赤を点滅してるんですね、はい、どちらかが1回押すだけで、今こっちもペアリングしたんですけど、はい、これが8台あった時でも4台あった時でもこうやってなってきます。実際に体験させていただきます。すごい、あ、まだ聞こえてる。全然余裕ですよ。え、すげえ。だいたい500メートルほどまで遠く行けるので、うん、ちょっとケンケンしてみて。あ、聞こえてる。マリオみたいになってる。周りから見たらチョウちゃん一人で踊ってるみたいになるからな、うん、ちょっとすごい痛い姿勢を感じますけど私今踊ってますけど痛い姿勢を感じます。ケーキがね、音質もすごい、すごい、うん、全然クリアやし全然聞こえる。インカムって一人で使う時が多いと思うんですよね、はい、その時に音楽も聞こえるよっていうので、うん、これ今音楽流してるのちょっと付け替えて音楽も試してみましょう。はい。何の曲か全然分からへんけどそういう曲？周りすごい不思議そうに皆さん見てる。DJ 系なの？めっちゃいい。続いてはオンオフ問わずレース用のスーツなどを販売しているベリック。この目が好きやねん。このさ、つなぎのさ、この腰のとこにさ、目やったらさ、後ろ走っとったらずっと見られてる感じするやんか、うん、それがかっこいいね、うん、ずっと何ベリックの顔してんの？あ、これがいわゆるオンロードセットになるんですけど、はい、まあ、革つない、ブーツ、グローブ、まあ、中に着るインナー、うん、で前後のプロテクターのフル装備で13万2000円。全部ついて？そう、すごい。これが一番の売りなんですよね。これ試着とかもできるんですか？もちろん大丈夫ですよ、はい、よかったらレディースサイズもあります。お、はい、黒ピンクめっちゃこういう組み合わせ好き。かわいい、かわいい。ではスーツを試着させていただきましょう。どうですか着心地は？動きやすい。お、
バイク、つなぎはやっぱり、はい、いわゆるバイク乗った時の姿勢作ってますので、うん、その姿勢ですよね。やっぱそうだね、はい、乗ってると、まあ、ペタッと体補助してくれるし、まあ、バタつきもないので、まあ、飛ばしてても怖い。だって前もプロテクト入ってるし、背中も入ってんねん、うん、ね、ここにも目ついてる。ヘルメットとバイクあればいいよ。メダルがいいよね。褒めて伸ばすと話題の教習所にやってきました。実際に教習を受けてみます。天才ですね。褒めすぎですね。褒める、だから上達する。武田のおすすめデコ5つ。八重の里ドライビングスクール。大阪別府へ行くならサンフラワー。家族で楽しい、みんなで嬉しい、二人でゆっくり、ずっと感動。サンフラワー。バイクライフ向上宣言。二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。例えば記録映像、動画のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。最後はブレーキパッドを販売しているレスラ。やったー。こんにちは。今回はブレーキパッドを置いてます。あとはレスラーメンっていうのを、ラーメンどうしたの、はい、あとはコーヒーです。コーヒー、なぜラーメンやコーヒーなども売っているか会長にお伺いしました。ベスラっていう名前を知っていただくために、あのコーヒーとかラーメンとかお酒なもの、身近なものだったらみんな思い出いただけるじゃないですか。なるほど。でこちらはね、命を守るものなんです。あ、そうですよね、ブレーキなんで、はい、このブレーキパッドっていうのはこのキャリパーの中に隠れて見えないわ。あ、そうですね。でだからイメージが湧かないでしょ、うん、ラーメンだとみんなおなじみですから、それでベスラっていう名前を覚えていただくためになるほど。ううではブレーキパッドを紹介していただきましょう。上はレース用の、あ、レース用の、ね、ハードなパッド、はい、そうですね、うん、これはね、止まらないパッド、止まらないパッド、止まらないパッド、イヤホイールをコントロールするため、このライダーの方が要望があって作ったんですよ。ちょっとまあスピードを緩める程度のロックしないってこと、ロックしない、あ、なるほど。実際にブレーキパッドを触らせていただきました。結構ずっしり、そうですね、重たいです。このレース用のやつはプレートのところで、はい、じゃあ摩擦、はい、この作りが違う、特殊な構造を使ってます。どういった特殊な、はい、熱に強いやつ。あ、熱に強いとタイプ、情熱に負けないよ。あー、情熱で溶けたらあかんから。ちょっと確かめさせてもらっていいですか。どうぞどうぞ。ちょっとブレーキ引くとかやってみる。ちょっと元動きくれます。いけます。あ、ちょっと待って。キュッ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 。止まってる、止まってる。止まりますわ。止まってるわ。さすがレース用の。二輪館祭りではステージもあり、トークショーなどが開催。我らがライクアウィンジャーも出演しました。ここで一部ステージの様子をご覧ください。ロケ中に実はこんなことが、あ、これ放送してない部分です。ソーリーはもう4年ぐらい前かな、洗車したのに水飛ばすのにブロワーを使っとって、はい、うん、その時私あのそのトレードマークついてるやつなんで、わーいって言ってブロワーの髪の毛のこの先端全部挟まれて、カラカラって吸い込まれて、まあ、バイクショップの方が、あー、もうこれは着るしかないかも、やばい、これはあかんって、しかも結構行かれたんで、着たらショートになるぐらい、うん、そう、ってことはロケの始まりツインテールやったらロケの終わりでショートカットになる、やばい、しかも片方だけな、片方だけ。あのね、向こうの人が一回バラしてみようと思って言ってくれたんですよ、フロアをね。バラしたらなんとか髪の毛抜けたの一本ですんだね。この長いチュルンってすごいサラサラやったんやそれ。最後は来場者にイベントの感想を聞いてみました。どうでしたか、二輪館祭り。あ、毎年来てるんですけど、ポールポジションを取るのに大変ですよ。さすがバイクで例えて。もう結構回られました。一応一通り見て回りましたね。なんかお目当てのものとかありました？買うつもりで来たんですけど、あまりの人の多さに、あ、と
疲れちゃいますね。え、人いっぱいですよね。そうそう、いつもこの清掃で、清掃で林間祭りは必ず取れやっぱ赤やからなおちゃん推しもちろん多分違うと思うもうすぐ後ろ向いてもらっていいですか。え知りたいで知らんけどなおちゃんもいいそうやな。キャッチフレーズがさ、私についてこれるかな。そう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 、すごい似てる似てるでしょすいません、カエルが見えたんで声かけさせてもらいました。これはめっちゃかわいい。名前とかあるんですか。ケロシって言います。ケロシ名前あった。ケロシなんかブースとか回られました。あ、まあいろいろちょっと探検というか探検してどうでした二輪館祭り。いやでもすごいバイクも非常に多くてなかなか大規模なイベントだなっていうふうに初めて来たんですけど、初めて来たんです。今日二輪館祭りどうでした。楽しみました。何回か来られてるんですか。今回初めて。あ、初めて。お二人はどういったご関係。あ、カップルなんですね。出会いはやっぱりバイクで、そう、お互いのがバイク通勤をしてたんですよ、はい、その時にたまたま道が一緒でよくすれ違うっていうことあって、はい、やれしまくってて、もうそこから SNS でお互い繋がっていて、じゃあ彼女さんの方から連絡来て、で一回会ってみようっていうことでちょっと去年お会いしたんですけども、そこからずっと一緒に走ってて、気づいたら彼女になってました。え、気づいたらやってました。え、じゃあ家も近所ってことですか。近い。都市も近いんです。都市も近い。なんなら後輩です。え、学校も一緒で。え、学校も一緒ですか。全然それも知らなくて運命や。そんなことある。なんか電車やったらなんか分かるやん、うんうん、いつも同じ車両にあの時間乗ってる人みたいな。バイクで初めて聞いたよね。いや、毎日挨拶して全力で頑張りますね。夢ある。うわー、忙しかった。いや、めっちゃ忙しかった。ほんま過去1レベル。過去1すごいやん。ほんと忙しかった。磨きまくった。磨きまくった。もういかがでしたか。どうでしたか撮影の。まあ、初めての2人ロケやって、うん、はい、これからのこれやから。何の何のやわかんないか。もうこれからのこれや。何が思われた。ハート思われた。ドラマやったから。そんなことあるみたいな。朝ドラなんか昼ドラなんか朝ドラか、じゃあライトな感じ。ライトじゃあオンエアできるから。そんな感じで楽しい二輪館祭りなんで、ぜひ皆さんも来年来てみてください。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ライフラウンド GP が今年も開催。エントリー方法は番組公式ホームページをチェック。熱き戦いで頂点を狙え。